はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。マクドナルドのハッピーセットにですね、今、ブーブがついてきておりますね。こちらでございますね、ブーブね。はい、ラインナップは全部で8種類あります。1番、未来変身パトカー。2番、未来変身ミキサー車。3番、未来変身消防車。4番、未来変身道路パトロール車。5番、未来変身救急車。6番、未来変身クレーン車。7番、未来変身ダンプトラック。8番、未来変身重機運搬車。以上の8種類がラインナップされておりますね。で、今回ですね、ハッピーセットを3つ買いまして、すでに1つあげてますね。それがこちらですね。はい、こちら、未来変身クレーン車だね。普通の状態では、今現在のクレーン車になってますね。特に動くギミックはないんだけど、タイヤチェーンね。うん、転がしてるだけだね。で、これを未来変身させると、未来に変身するんだよね。カポッと開けて、これね、これがいいとこは、簡単ムーブなんだよ。あ、そうだね、くるっと回すんだよね。うん、で、カチッと止めると、はい、これ、うん、そうだね。これが未来に変身したクレーン車ですね。うん、ちょっと未来的になってると、うん、まあ、横のデザインなんかそんな感じだね。横がなんかマークついてるね。うん、それであと2つありますので、この2つ開けていきましょうか。うん、レイジン君は何が欲しい？パパはね、パトカーかな。レイちゃんはパトカーか、普通の車。普通の車なんかあったっけ。あ、では行きますよ、せーの、ほい。お、これは、これは何だろう。あ、ミキサー車だ。ミキサー車ね。うん、ミキサー車だ。あとはステッカーがついてますね。未来変身ミキサー車。ミキサー車だ。うん、マクドナルドのね、ブーブはね、ステッカーが異常に多いんで貼るのが大変なんだけどね。うん、これは後で貼っていきましょう。うん、はい、では2個目開けますよ。はい、はい、2個目何が出るかな。パトカー出てほしい。せーの、ほい。あら、これは、あ、道路パトロール車だって。これでステッカーはこんな感じですね。うん、ではステッカー貼っていきましょう。うん、はい、ということでシール貼り終わりました。うん、こちらが未来変身ミキサー車ですね。うん、この状態では普通のミキサー車だよね。うん、ここに、こうミキサーのローリングがありますけれども、うん、これで変身させてみようか。うん、こうやってこれを取ったら、取るとこれくるっと回して、うん、セットして、はい、こんな感じ。うん、未来変身するとドリルがついてるね。ここは普通だけど、ここドリルがついてくる。そうそう、これで回しながら戦うんだね。戦うか分かんないけど、まあ掘るんだろうね。うん、掘るんだね。うぃーってそのまま掘っていける感じだね。掘りながらちゃんとドリルは回りますね。うん、うん、なかなか面白いね。うん、最後はこちらの未来変身パトロール車ですね。うん、はい、こちらも、普通の道路パトロール車、高速道路走ってるようなパトロール車でね。うん、で、これを未来変身させると、ちょっといつもとかっこいい、はい、こんな感じになるね。かなり未来的になるね。うん、またマークついてる。そうだね。ただこれで完成ではないんですね。ここに、こういうですね、紙パーツをつけます。あ、紙パーツ、あ、これで、これで完成。あ、これなんかショベルで作る感じだ。そうそうそう、なんでパトロールカーがこういう風にショベルがつくのかよくわかんないんだけど、ただ紙パーツってのがちょっと残念だったかな。これね、なかなか、つけた感じで、ね、すぐね取れちゃうしね、あんまりいいもんじゃないかな。プラスチックパーツでいいんだ。そうだね、プラスチックでカチッとつけられたらよかったんだけど、まあしょうがないね、おまけだから、ハッピーセットだから。はい、ちなみにですね、シール貼るのはそれぞれ10分ぐらいかかりましたかね。やっぱ結構かかるよ。細かいんだもん、シール。うん、大変だった。でもこうやってみると映りはいいね。うん、どれぐらい転ぶかちょっとやってみようかな。あ、結構転ぶじゃん。結構転ぶよ。おお、うん、これは何だっけ。おお、いいね。うん、はい、ということで今回はマクドナルドハッピーセットについてくるブーブでした。